ション。はい、グダグダ料理教室の第87弾、ほうじ茶ゼリーインフルーツポンチということで、パート1では材料紹介をざっとして、ほうじ茶を抽出する、工程をやりましたけれども、どういうふうにしたかというと、今ここにぷかぷか浮かんでるようなほうじ茶のティーパックがありましたので、それをの瞬間湯沸かし器で沸かした熱湯で抽出したところです。もうね、今ほんならティーパックを熱湯に浮かべて大体10分弱経過しようとしているところですので、もう十分抽出できたかと思いますので、ここでちょっとね、どんぐらいあるか、今日はこのほうじ茶が 600ml 欲しいので、少し多めの熱湯に、つけて抽出したところですが、ちょっと測り取ってみましょうか。ちょっと待ってね、準備を。さらに出しとくかな、このティーパックを。ちょっと測りながら、見やすいように透明なボールにこのね、測りでちょっとやるとやりやすいんですけれども、ここは水は 1ml で 1g という感じですので、ここは600になるまで入れるんですが、これちょっと減っちゃったかもしれないな、ちょっと入れてみましょうか。どうやるかな、600あるかな、ちゃんと。少ないか、やっぱ。おお、入ってるかな、ちょっと待ってや。あ、いけたいけた、よし、いけた、よし、620だったな、まあいいや、はい、約 600ml ですね、ちょっとありましたので OK でしょう。はい、ではですね、ここに見た見た、ちょっと待って、映ってるこの位置で、グダグダね、毎度のことだからね。はい、このぐらいでってから、はい、ではゼリー液を作っていきますけれども、まずここに、もうこれも熱々ですので、このままで結構です。砂糖、普通の白砂糖ですね、これを 130ml、はい、ここに溶かしてしまいます。もっとね、これ抽出できたらゼリー作りはもう混ぜ混ぜして型に入れるだけという感じなので、もう本当に楽ちんです。砂糖もすぐ溶けてしまいますので、こんな感じでいいでしょうかね。ほうじ茶の香ばしい香りがいい感じですね。で、ここにクックゼラチンですね、これですけれども、これは入れて溶かすだけで溶けてしまいますので、今日はこれ3袋分 15g、 これをじゃあ混ぜながら溶かしていきたいと思います。はい、よかろうか。ここでね、ちょっとよく混ぜ混ぜして溶かしてしまいますね。少々泡は立ちますけど、別に気にせんでも大丈夫です。おい、よし、溶けたかな、大体。
よく混ぜて完全に溶かしてしまいましょう。で溶けたかな。はい、大体溶けましたかね。ほんならこれを次、今日はですね四角く切って、よく寒天ゼリーがフルーツもちに入ってますよね、みつ豆とか。それ寒天の代わりにこのほうじ茶ゼリーを使ってみようということなので、このバットなどこの平たいのような四角い容器に流し入れます。こぼさんように気をつけながら、じゃあって感じで良いでしょう。はい、はい、これで、ちょっとね、泡が気になるようでしたら、ちょっとスプーンなどで薄く、こうやって薄くっていただければいいかなと思います。別にこれね、自然と消えてしまいますので、そんなに気にしなくても大丈夫だと思います。こんな感じでね、気になる方はこんな感じで作っていただければいいかと思います。こんな感じでね、はい、いいでしょう、ちょっとぐらいは。ということで、あとはこれが、粗熱が取れたら冷蔵庫で、はい、キンキンに冷やし固めるのみという感じになります。これで、ほうじ茶ゼリーの完成ですとまではいかないけどね、まだ冷やすまでの工程が完成なので、これであとは冷蔵庫で、そうですね、大体2時間ほど冷やしていただければ固まるかと思います。ということで、はい、パート2、ほうじ茶ゼリー作りの工程を、これで終わって、次パート3、シロップ作りというふうに、つなげて、いきたいと思います。それでは一旦パート2終わります。最後にちょっと移して、こんな感じ。